気になるのはお値段と発売日。ボンジョルノ、ボンジョルノ。とりあえずラジコン最高でござるね。さてここがどこかわかるでござるか。そう、RC サーキットの聖地、タミヤサーキットでござる。なんで拙者がこの聖地に来てるかというと、まずこれを見てほしいでござる。ビンビン X の走行お披露目会をするという情報をゲットしたので、飛脚でやってきたのでござるよ。サーキットの走行あり、オンボードの走行あり、足回りの動きがよーくわかるスローモーション走行ありで、そのドライバーはスーパー贅沢にもこの人だ。ボンジョルノ、前住パイセン殿にいろいろとマル秘情報を教えてもらったのはもちろん、 BBX スクープ映像の連続とくとご覧あれ。なんか質問ないですか。これこのタイヤってリアつけるもんなんですか。これは僕が絶対つけた方がいいと思いますよ。まあ、見た目かっこいいっていうのもあるんですけど、実はこれウィング効果があって、走った時にここ風当たるんでリアを抑えてくれるのと、重さがあるんで、まあ、リアモーターなんですけど、さらにグリップ感があってめちゃくちゃ走行しやすくなります。じゃあキットには、フロントタイヤが3つついてくる。おタイヤはついてないんですね、4つしか。なるほど。あのスペアでこれ一つ買っていただくと、取り付けることができるジグのパーツ、タイヤの大きさ、種類、形でグリップを変えれるセッティング効果がある。なるほど。ホイール自体もタイヤ自体も新設計になってるんで、リアはこのサイズってないと思うんですね。独自が独自ですね。すごい。でこんだけ径があるのも、まあ、近いところで言うとみんな、ね、ウニモグとかそっち系のタイヤでひょっとしたら合うかもしれないですけど、まあ、径とかもちょっと合わないんで、それはあの皆さんのRCスタイルに合わせて教えていただければ。フロントは六角じゃないですよね。フロントは六角です。あ、六角なんだ。六角です。おー、ということは結構リアのタイヤもフロントに入っちゃうってことですね。そうですね。あ、それは楽しみだな。確かに。逆にあの四駆用のフロントのホイールなんかサイズ感的には似てますしね。で逆に四駆用のリアのちょっと太いのもつけて遊ぶのもいいかもしれないですね。あれタイヤ標準ですか。標準ですよ。え、こんなに柔らかいんだ。スポンジインナー、スポンジインナー入ってます。あ、本当だ。これでこのあの人形の下にボックスがあって、その中に受信機を入れるようになってます。そのボックスの中にあのコードが全部収まるようになってますね。なんかしっとり感良くないですか。しっとり感良くない。でこのバネって 新設計なんですか。エアレーション。そうですね、これ用の。このしっとり感が僕好きで、若干ノール感出してね、走りたいですし、ちょっと準備しましょうか。はい。さっきまでなかなか走行してるとこ見ていただいたことないと思いますけども、これからリスナーハラビー君に操縦してもらいたいと思います。一緒に操縦しましょう。はい。もう車にジャイロがついてるみたい。そうですね、ここフルパワーです。アスキューと対決してみたいです。そうですね、ここ本当全開なんですよ。そうですね、結構ねあの前後のタイヤのバランスがいいんで、ステアリング操作もねマイルドで楽ですよ。で曲がらないってこともないんで、結構
ほとんどの名店もオールマイティでいいんじゃないかなと思います。もうパサッチョじゃないところで楽しんでいただくことができたんですけど、パサッチョでも十分ね、パフォーマンス発揮できる。ジャンプの飛距離もね、いけますよね。はい、実は操縦してみたかったんですよね。バイキー全然あまり操縦したことないリン君でも、フリップしてアンダーラフですね。うまいうまい。おお、ボンジョルノ。ボンジョルノ。実はあの以外にあの飾り用のタイヤつけてるんですけど、これ結構あのフリップ効果があって、重量重量なんですけど。リビックス、ボンジュールド。うまかった。うまかったのかマシンがいいのかわかんないけど。めっちゃ楽しい。ジャンプとかもそんな気にせずいける。そういけるいける。思ったより。あんま巻かなかった。巻かないですね。巻かないんですよ意外と。確かに。握れるっす。うん。それ大事。思ったより。え、モーター 10.5 ですよ。10.5 ターン。僕撮ってるからちょんまげさんちょっとそこだけ回ってきたらどうですか。お、え、どういうことですか。あ、これやってみたら走らせてもらっていいですか。僕撮ってます。完璧でござる。ちょんまげに奪われた。何すんだ急に。奪われた。まあでも楽しい。緊張するでござる。はい、逆走です。逆走。指が震えるでござるよ。もう嬉しくて嬉しくて指が震えるでござる。でもねこれすごいね。ねこれマイルドでね操縦しやすいでござるよ。うん、大丈夫です。スケール感あふれるねこのムーブを見てほしいでござるよ。ちょっとね調子に乗るとねちょっとアンダー傾向になる、まあ肉バギーならではでござるね。ジャンプがね、これね、気持ちいいんでござるよ、これ。リアをね、こうやってね、滑らしてね、曲がるとね、もうね、悶絶侍でござるよ。おい。これは買うしかないでござるよ。確かに。最高でござる、BBX。いや、気持ちいいっすね。結構グリップとかですね。はい、いいです。慣れたら曲げやすいと思います。うん、そうっすね。なってくるでござるよね。気になるのはお値段と発売日。発売日に関してはパイセン殿にヒントをいただいたでござるよ。
タミヤライブでの発表から発売日の間隔には法則があるとのことで、それを参考に逆算すると拙者調べでは7月頃でござるかな。あくまで拙者調べの推測でござるがね。つまりは梅雨が明ける頃でござろうか。お小遣いを貯めて待つべし待つべし待つべしでござるよ。後日ピュアに走行動画だけをギュギュッとまとめたものをアップするので、そちらもお楽しみに。ラジコ BBX 最高でござる。ちょんまげい、チャンネル登録よろしくでござる。はい、押して、ここ、はい、ここ、お、ここでござる。押してござる。ポチッと、最